日本鹿児島県鹿児島市鴨池鴨池は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧鹿児島郡鹿児島近在中村、鹿児島郡中、郡里境村大麻中、鹿児島市鴨池町。鴨池1丁目及び鴨池2丁目が設置されており、鴨池1丁目及び鴨池2丁目の全域で、住居表示を実施している。郵便番号は890063。 人口は6163人、世帯数は4034世帯。鴨池という地名は、地内にあった黒木島津家の別荘を、島津家29代当主である島津忠義が譲り受けて、庭にあった池を広げ、池を近両区にしたため池に鴨が増えたことによる、鹿児島市の中部、新川の下流域に位置している。町域の北方には市も、新た、新た、南方には、 氷本、正五町、東方には与次郎、西方には群元がそれぞれ隣接している。町域の中央を南北に、鹿児島県道20号鹿児島加瀬田線が通り、県道20号の路線上を、鹿児島市電、谷山線が通る。南端部には、鹿児島市電と祖先が、東西に通っており、谷山線に、鴨池電停と氷本電停の2電停が、所在している。当地には、 鴨池動物園が所在していたが、1972年に平川町へ移転し、ヒューガー動物公園となった。鴨池動物園の跡地は現在鴨池公園として整備されている他に、イオン、鹿児島鴨池店の敷地となっている。鴨池は1934年までは中村もしくは中という地名であり、中村という地名は南北長期より見え、 薩摩国鹿児島軍のうちであった。文が3年の一式の竜字宛てが以上に見えるのが初見であると考えられる。欧二24年に中村と小売元が島津忠国によって町田飛弾にあてがわれた。江戸期には鹿児島軍鹿児島近在のうちであった。村高は天保豪町では1067国余り、急行給料では1004国余りであった。村内に、 谷山街道と谷山別街道が通っていた。1889年に町村制が施行されたのに伴い、鹿児島近在の内中村、郡本村、薄木村の三村の区域より中高里村が成立し、それまでの中村は中高里村の大技、中となった。1934年には中高里村が鹿児島市に編入され、 それまでの大あざ中は、鹿児島市の町名、鴨池町へ改称した。その後1970年に一部が、市原一丁目から市原七丁目。1971年には、新た一丁目及び、新た二丁目となった。1973年に一部が下新た一丁目から、下、新た指定目。1974年には、氷本一丁目及び、 郡元三丁目に分割され、一部が、鴨池一丁目及び、鴨池二丁目となった。1976年10月12日には、鴨池町及び下新田町の各一部が、鴨池二丁目に編入され、1990年に鴨池町の一部が、市原六丁目に編入された。1993年には、鴨池町の一部が、 塗祖一丁目から塗装四丁目の一部及び群元町の一部となり、鴨池町の残余部が、鏡台一丁目に編入され、これにより、鴨池町の名称は消滅した。鹿児島市立図書館公共施設、教育機関商業施設、鹿児島県立鴨池野球場、鹿児島県立鴨池陸上競技場は、同志四次郎に、鹿児島市立鴨池中学校、 鹿児島市立鴨池小学校は、道島佐護本町に所在する。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鴨池限定鹿児島市交通局、国道主要地報道。ありがとうございます。